明日からは早くも6月、暮らしに関わる制度や仕組みが変わります。私たちの家計負担はどうなるのでしょうか。明日から変わるものといえば、まずは定額減税。給与などにかかる所得税3万円と住民税1万円の4万円が減税され、手取りが増えることになります。ただ6月からの変化は嬉しいことばかりではありません。帝国データバンクによりますと、明日からお菓子や加工食品などを中心に食料品614品目で値上げが予定されています。さらに光熱費も明日の使用分から値上がりが。その主な要因は政府による補助金の廃止です。国は去年の1月から電気代を補助してきましたが、段階的に縮小していて、とうとう来月分から打ち切りに。標準的な使用量の家庭で7月に請求される電気料金は6月より453円上がり8514円となります。さらにガス料金も92円の値上がりとなります。家計を直撃する値上げラッシュに街の人は。リモートワークもしているので、家にいる時間って結構あるんですけど、なるべく窓開けて過ごそうかなって思ってますお財布が厳しくなります。中前さんもうちょっと頑張ってくださいって思います。でこれ以上、ね、電気代が増えたらどう節約するのかっていうのも、外に出て涼しいところに日中は過ごして、もう夜の寝るときだけ帰る。そんな値上げの波に対抗しようと、あえて値下げの動きも。夢タウンなどを運営する泉は、食料品や日用品など60品目を対象に最大3割程度の値下げを決めました。生活応援できる価格として価格提供して、生活応援をしていきたいと思っております。あとは少しでも節約という形で、役に立てばいいと思っております。6月からは定額減税があるんですが、負担も増えてしまうかもしれないというところなんですけれども、上村さん、さまざまな6月から変わることがある中で、何か気になるものはありますか。いろんなものがこう上がっていく中で、初診料、病院の初診料ってなかなか値段って変わらないものだと思っていたんですけど、そこが上がって、しまったことによって、本当に医療が必要な人、治療が必要な人がこう行くことをためらわないようにはなってほしいですよね。そうなると、やはり賃上げなども進んでいかなければならないんですが、医療介護の現場というのはやはり重労働、その中でなかなか賃金が上がらないという状況が続いていますから、やはり国としてさまざまなことを配慮しつつ、ベースが上がるということが理想になってくるんじゃないでしょうか。